どうも皆さんおはようございますボクシングです今回はなんとまあ雑談なんですけども話していきたいと思いますおはようございますということでねなんとフォートナイトあのいきなりなんですけどもなんかクッキーマンがねなんか再販されるということでとてもテンションが上がっております、えー、なぜかというとですね皆さんに買っていただいてもうねクッキーマンだらけのフォートナイトを一回ちょっとね体験してみたいと思ってるんで皆さんね是非ねクッキーマンを買って そしてディスコフィーバーでビクロイを目指してください。ということでですね、今回はですね、まあちょっとあのツイッターで、えー、質問を、えー、募集しました、えー、8月6日、えー、6時30分現在の、えー、リップの返事をしていきたいと思います。ねね、皆ささんお聞きください えーお便り Q さんからのお便りおはよう好きな色何ピンクだよねねということでですね私の好きな色僕の好きな色はねうーん僕は好きな色特にないですけどねやっぱ赤かなって赤のイメージが強いと思うんですけどね赤そんなに好きじゃないっていうね実はうん青っていうかブルーっていうかね緑っていうかね結構なんかいろんな色好きなんですけどね クッキーマン青色かな ?C といえばさあ続きましてヒサさ,さんからのお便り元気ですか元気です,ーですオールで元気ですていうことでありがとうございます,す、えー、ルイさんからのお便り料理動画はもう出しませんか料理動画はですね出す予定なんですけども うんちょっとね、あのー、都合が合わないですよね、時間が合わなくて、ちょっと出せてないっていうのが申し訳ないので、ーまあね、あれは、なんだっけ、あのー、あれはね、あの動画は絶対出します。えー、っと、3週間ぐらいちょっとね、出せてないので、次はね、3品一気にね、作って、えー、動画にしていきたいと思ってるんで、えー、期待してお,いておいてください。 えー、お便り、松本さんからのお便り、恋愛経験はありますか、ハート。もう素晴らしいですよね。もう6時半なのにもう恋愛のことを考えている君は生存意欲、素晴らしいって生存意欲っていうのが分かんないけど <laughs>、うん、まあ恋愛経験はほどほどに皆さんと同じぐらいにはしてるとは思います。まあ、まあ、その辺んは、まあ、置いときましょう。 はいお便りたい焼きさんからのお便りトイレに行きたいですか今現在の状況ですとおトイレには行きたくありませんはいありがとうございますはい若さんからのお便りマジマンジうーん意味がわからないでちょっとねまあこの方も僕と一緒であーのオールおっしちゃったのかなって感じで <laughs> ちょっとねちょっと何言ってるかわかんないですけどもねはい続き、えー、次のね、えー、お便り行きたいと思います えー、黒丸さんからのお便り一番楽しかったことは一番楽しかったこと人生で一番楽しかったことっていうのはね僕的にね何だろうな一番楽しかったことなんだろう一番楽しいと思ったことなんだろう小学生のいや中学生の頃プールに行って小銭を拾ったことかな800円ぐらいプールの中で。 それが一番面白かったと思うんですけどね。記憶の。うん。記憶の中。まあ、次に行きますか。えー、ボクシング応援赤,赤さんからのお便り。僕のこと好きですか大好きです。ありがとうございます。応援。ありがとうございます。Thank you.Oh my g o o d ということで。まあ、応援してくれる方はもうすごい仲良い,いな。もう仲良くしたいですよね。もうフレンドリー。もうフレンドですよね。よろしくお願いします。はい。次行きたいと思います。 岡部、えー、タ両ガチンさんからのお便り、フォートナイトの立ち回り、教えてください。まあ、現在ね、あの映像はまあシーズン4とかのちょっと古い映像になってるんですけども、シーズン5のね立ち回りっていうのがね、正直僕は、うーんまあうーん、キルはね、ある程度しやすいんですよ。AR 重視 からののショットガンの爪になるとは思うんですねなので、まあ、シーズン5になってからハンティングライフルが結構有力になってスナイパーライフルが有力になってきてまああの不意をついてスナイパー当てて、まあ、詰めてショットガンで殺す方法もありますし AR で、まあ、あの相手を削りながら、えー、戦う方法もあります。 まあどういう戦いスタイルを釣り,抜く,かるぬつりつる抜くかによるんですけどもんまあ僕的には戦い方によってはまあ AR でダメージを与えてショットガンが主流になってくるのかなっていう感じですよねまあショットガンっていうのはドラムガンでもいいですし SMG でもいいですし。 まあそういう戦い方にはなってくると思うんですけどね昔ではねもうあのダブルポンプがねもう支流とされていてもうパン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 打てばね相手が死んでいくもう溶ける方も半端ないってことでまあそういうことを気にすることはなかったんですけどもまあシーズン5にねちょっとね僕はまだついていけてないような感じがしますはいということで、えー、お便りありがとうございます続きましてナイト ナイトさんからのお便り好きなゲームは何ですかまたおすすめのゲゲーームムを教えてください好きなゲームはまあフォートナイトっすよねでおすすめなゲームは人狼殺みたいな感じなんですけどもまあ意外とまあ見るのはですねいろんなゲームを見てます実はバイオハザードも見てますしいろんなゲームを見てまた見るのとやるのとはちょっと僕は違うとは思ってますね。 まあ、自分の、自分に合う、えストレスのかかんない楽しいゲームをやるのが一番おすすめ。お便りありがとうございます。次のお便り。ええ。ごぼうさん、ごぼう星人さんからのお便り、おはようございます。あなたにとって敬語とは何でしょうか。敬語ってね、結構ね、あの。難しいんですよね。なぜかというとですね。スポーツ業界の敬語。これは。 体育会系の敬語なんですよで一般的な敬語っていうのは「デスマス」とかそういう敬語になるとは思うんですけども僕はねスポーツを野球をずっとやってましてですねあのいきなりゴルフに行ったわけですよそうするとちょっと今の発言おかしくないっていうことが多いんですよそうっすねってやっぱ言ってしまうんですよなのでスポーツやってる人っていうのはね やっぱり大変ですねそういうやっぱりそういう世界では浮く存在になってしまういますよねでもそれがねあの決して悪いことではなく、oh、<my> あのスポーツ業界の会社とかありますからまあ、全然気にしないでいただいても構いませんよ、ね、いきなり変な敬語になって気持ち悪いんですけど今本当にねもうあの野球やってるならもう野球やってた、えー 野球を行っていた、えー、社長さんとかに面倒を見てもらうとかまあ,あの普通に敬語を使える方は普通の、まあ、会社に勤めるとかいろいろ方法はあると思うのでまあ僕にとってその敬語っていうのは相手が不快に思思わななななければ敬語なんじゃないかなと思ってますね、まあ、相手がちょっとでも不快に思ったらもうそれは敬語ではないっていう敬意を表してないっていうことでその相手の敬意っていうのが価値観とか絶対ね変わってくると思うんでその まあ、ちゃんとした敬語もあるとは思うんですけどもまああのスポーツ業界の敬語もわかるよということでまあ、何が言いたいのかっていうのかっていうとちょっと何言ってるかわかんないですね。はい、えー、続きまして。えー いまるさんからのお便り生きてて楽しいですか生きてて楽しいですかこれ結構難しい質問ですよね。生きてて楽しいって思う時も、生きててつまんねえって思う時もありますしまああの結構ね、あのまあ名言等はありますけども人生ね、えー、暇つぶしっていう言葉もあるのでまあまああとこういうね歌もありますよね。人生 くもありゃくもあるさっていうまあ中学校の国語の先生が歌ってたんですけどね「人生くもあれば」え 人生楽ありゃ苦もあるさってことで楽もあれば苦もあるんですよっていうことで楽しいばっかじゃないですよっていう感じなんですけどもねまあまあぶっちゃけ言っちゃえば楽しいに越したことはないですけどねまあ人間誰しも死ぬ時はやってきますしまあその間自分が何を大切にするのか何を えー、何についてい、まあ、研究してもいいし、まあ、楽しいこと遊んで暮らしてもいいしお金持ちになってね、あのー、お金持ちになってもいいですし、まあ、いろんな考え方ありますよね楽しい結構ね僕深くじ考えちゃうタイプなんですけどね今のところ僕楽しいい人生を歩んでるかなと思っています、まあ、苦しい時もありますけどね、まあ、意外と、えー、メンタル強いんで。 はい、続きまして次のお便り、たくさんからのお便り、起きる時間はいつですかということで、起きる時間は僕、基本的にね、昼なんですよね。全然もう寝ないんで、あの今から寝ます、逆に。はい、そして、えー、最後に、えー、目標は何ですかまあ、目標は今まではね、15万人いったら顔出しするとは言ってたんですけども。 ま、20万人に変更しました。その理由としては特にありません。ということで第1回、ラジオ放送終わりにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。